ハバナイズゲーム。最近酔いが早くてビビって 7% しか飲んでいない日酔っている、ハゲ目前の、おっさんです。今回ですね、紹介するのは改造でございます。すでにですねガチャを引かせていただいたんですけれども、バンシーのビッグが出ました。 T 属性でところで見ていきたいなというところです。まずね頭部でございます。まあ、ビッグのね、特徴ともいえる、特性のね、効果がアップするっていうのもあるんですけれども、それはまあ、割愛します。まずですね、バンシー頭、射撃攻撃力 13,914、耐久力 8,469、 非常にね、高い水準が、魅力的ですね。しかもねパラメーターゼロがないというところが美味しいところですね。でバンシーの頭部は結構そうですね、 NTD とかその EX スキルが多かったんですよね。この覚醒系のやつが多かったと思うんですけれども、それが、抜粋されてまして、頭部今回はねファースト属性2つになっております。ジョブ属性が、ジョブゲージ増加が 20% 減少し EX スキルの威力 40% 上昇と、ジョブゲージ増加が 20% 減少し、同じなんだ。 EX スキル 40% 上昇っていうね、なかなかねピーキーなところが、ジョブゲージをね生かすってなったらね、これ結構痛いところなんだと思うんですけれども、その代わりに EX キーの威力をねマックス 80% 上げられるっていうのはでかいかなというところでございます。そして次が、個人的注目パーツでございます。ボディでございますね。耐久力は 11,082 でございます。でパラメーターゼロもなくね、格好射撃高も非常に高い数値。そしてですねパーツ特性が、効果力時ねクールタイム 23% 減少で、射撃ダメージ 15% 上昇し EX スキルの威力 40% 上昇ということで、発動させやすいで、パーツ特性ですね。 EX スキルのねクールタイムをね短縮できるのはでかいかなというところでございます。はい、そしてですねバンシーの腕でございます。これでねシールドと一体型ですね。耐久力 17,479、 格闘攻撃力 18,973 で、射撃値も結構高いですね、 11,942 でございます。まあ、大体そうですね、最近の腕パーツの射撃でいいやつが6000ぐらいいってると思うんで、まあシールドと一体型だったらまあこれぐらいあってもおかしくはないのかなーっていうところで、パラメーター的に結構まあこの EX スキルもね射撃系の EX スキルになるんで、それ考えるとちょっとどうなのかなっていうところはあるんですけれども、まあゼロがないし、まあ EX スキルを発動させるんだったらもうカスタムスキンをもう運用する人の方がほとんどだと思うんで、まあそれも含めても結構いい、パラメーターなんじゃないかなと個人的には思っております。しかもこのアームドアーマーのねこれ威力 S なんですけれども、による、射撃攻撃を行うと。でバフもついてます。射撃攻撃力 29% 上昇というところで、でおそらくこれはね複数体に当たるんじゃないかなと、間違ったら申し訳ないんですけれども当たるんじゃないかなというふうに思っております。でワールタンが衛星置き効果力というところで、非常に面白いパーツでございます。もうね外れなんかないんじゃないかなっていうぐらいいいんじゃないかなと今回は思っております。そしてバンシーの、足でございますね。耐久力9242か42、射撃攻撃力6067、格闘防御、射撃防御5000超えという、ね、格闘攻撃力もね5900と非常に高い数値を叩いております。で最も注目すべきはやっぱりねパーツ特性です。格闘飛ダメージが 20% 上昇し EX スキルのクールタイム 23% 減少、もうこのね 23% 減少が結構ねもうデフォルトになってるんですけれども、この機体、なんとね2つねクールタイムをね減少させるパーツがあるということで、パーツ数が非常に少ない中、クールタイムを減少させるパーツが2つもあるっていうのが魅力的かなと思います。特にね射撃をお考えの方はね、バンシーを引いてがっつり育てるのがおすすめかなと、僕も個人的に今ねやろうかなと思っております。でミッション開始から90秒の間 EX スキルの威力 40% 上昇、
かなりおまけな感じですね。うん、まあ、でも短期決戦であれば90秒もあればね、全然あの効果を発揮すると思いますので、これもおすすめでございます。で最後にですね、バックパックでございます。耐久力8932、結構高いですね。格闘攻撃力6436、射撃攻撃力6206と、非常にね、もうあのしっかり抑えてる感じですね。で格闘防御力と、射撃防御力もまあまあ合いますよというところですね。でビームサーベルというね、シンプルな EX 級になります。これね、結構近接の、EX 級になりますね。はい。で、ワールタンが衛星翼中距離戦となっておりますね。まあ、全部が全部ね、ちょっと紹介できてないところもあると思うんですけれども、今回のね、おすすめは、ズバリですね、ボディと足でございます。ボディと足は抑えたい。まあ、今、クールタイムのね、減少を簡易的に発動させやすい。うん。やっぱりなんだかんだ言っても、あれですよね。こう、もう、あの、属性とかが入っちゃってると発動させにくいっていうところもありますんで、で、なおかつね、射撃系の機体を作るとしたら、効果力をね、こう入れる、僕もそうなんですけど、入れるっていう人が多いと思うんで、これは使いやすいんじゃないかなっていうところですね。でも一番おすすめはやっぱ足ですかね。格闘技ダメージが 20% 上昇し、EX スキルの威力、EX スキルじゃないな、EX スキルのクールタイムの 23% 上昇。これですね。これは本当に、もうタグとかパーツ特性とか一切気にせず発動するっていうところがあるんで、かなりおすすめかなと思います。まあ正直ね、格闘技ダメージなんて、射撃機でガンバン攻めれば、そんなに気にならないところもあります。正直それもあるんで、これはダントツおすすめかなと個人的に思っております。はい、そんなこんなでですね、やってまいりました。ということでですね、すでにガシャも回してるんですけれども、私はね、なんとかね40連までね今回引けました。ちょっとねあれですね、ハロバフがねないんで、今回、購入は避けました、ね、今持ってるものとミッションとかクリアして手に入るハロチだけでやろうかなというところで、なんとか40連回せました。まあ1500ハロチなんで40回、6000ハロチ消費しまして、結構ねいい結果でしたね。頭部、ボディ、腕、そして、背中、バックパックですね、この4つが手に入りました。残りのね足をねなんとかしたいというところで、このねバランスの非常に悪いバンシーができてるんですけれども、ね、まあこれも結構かっこいいと思います。個人的にかなりね、もうロックマンに出てきそうだなとか思いながら、すごい気に入ってるんですけれども、足もね、足がむしろ欲しいかなと思ってたんですけど、見事にね僕のガシャ運のなさがね、ここで出たかなっていうところで、足だけ出ないみたいな、もう本当に情けない結果なんですけれども、ね、今回のねバンシーはかなり当たりというか全部当たりに等しいんで、それでまあ満足かなというところですね。はい、まあ、ちょっとねキャンペーンじゃないとね課金するのはもったいないかなというところもありますんで、今回はこれでね一時休戦にしていきたいと思います。以上、井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイル、ガンブレフェス新機体、T 属性ビッグのバンシー個人的評価でございました。ご視聴最後までありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイ。